どうもサメです。はい、ということで今回は久々トーナメントの方をやっていきたいと思います。はい、ということで今回はトーナメントのねやっていくと言っても紹介なんですが、なんて言うんだろうな、まずここのミッションを読んでいきましょう。現在のトーナメントっていうところを読みます。スローイングアックスを使用してできるだけ多くモンスターを倒すっていうことでね、スローイングアックスっていうのはね、武器の名前表示されてないのか、はい、ということでまだまだちょっと説明するので、またスローイングアックスって武器が何の武器かまた後で説明します。はい、ということで今回はこのミッションということでね、まだトーナメントできないよって方は Google ログインとかしてもらったらいけると思います。この辺に多分王冠マークあると思うんでね、はい、そこら辺でログインしてもらったらいけるんじゃないかということで、はい、ブロンズリーグに入っていってね、保証されたトロフィー5を受け取ろうということで400ポイント獲得して、まあ、400ポイントって多分敵を400体倒すってことだよね、わかんないけど、はい、ということで今回のミッションが現在のトーナメントって書いてあるところで、スローイングアックスを使用してできるだけ多くモンスターを倒すということで、ね、スローイングアックスが何かを説明したいと思います。スローイングアックスというものはこれですね、投げる斧みたいな、はい、ということでこんな感じで一手一手倒していきます。はい、ということでね、まああとはコツとかもうちょっと紹介するなら、スペルとか勝手に剣がバーンってさなるやつあるじゃないですか、スペルで、ああいうのとか外した方がいいですよ。スペルとかは外しておきましょう。基本的にスローイングスピアじゃない、スローイングアックスで敵をやるのがなんていうんですかね、メインなんで、それを逃しちゃうとちょっとスペルがやっちゃうとあんまポイントが入りにくくなるので、そうできるだけねスペルもつけないようにして、何もつけない状態でサポートキャラのプリンスとかサポートキャラ、いつも後ろで支えてくれるキャラとかもつけない状態でやっていったらポイントがよりたまりやすいと思います。100とか200でね敵とか倒しまくってたらどんどんポイントがたまっていくのではないでしょうか。スペルというものも後で説明しますね。スペルとかサポートキャラとかできるだけこういう風にアックスでどんどん敵を倒していった方がポイントがどんどんたまってね、1位とか、まあ1位の人すごいからな。でもいい順位を狙えるんじゃないでしょうか。自分も1回だけね、たまたま1位取れたことあるんですけど、なかなか1位とかかなりやらないと無理なので、かなりね、1日中やってる人とかいるかもしれないしね、こういうのちょっとすごいのでね、だいたいまあスペル外して早く狙ってみてください。スペルとかサポートキャラとか外して早く狙って、まあ、1位目指すなら1日中頑張ってください。もうやったもん勝ちですよ多分ね、こういうのはどこで倒れようと本当にやったもん勝ちだと思うし、うん、本当1位取ってトロフィーマジ集めようってなったら、いやーだからね、トロフィー集めるのって結構大変なんで、やっぱ昨日のさ、ガチャというかさ、チェストアンロック動画でもわかるけどさ、超なんか被ったキャラが出たら、やっぱ、皆さんの、やっぱりなんかまた集めるのかってなってしまいますよ、本当に。はい。ということでね、スローイングアックス使用して、スペルとかね、こういう、なんて言うんですかね、お助けキャラ、サポートキャラですね。はい。助っ人ですね。いわゆる。はい。こういうのを選択しちゃうと、こういうのが敵を倒してしまうので、これも外してあげて、はい。スペルっていうのは、これですね。こういうのも、選択して装備しちゃうと、これが勝手に敵をやっつけちゃうので、よりポイントは溜まりにくくなるので、こういうのも外してあげて、
それでどん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 やっていくと、トロフィーがどん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 じゃん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 手に入って、最終的に1位になるというか、まああんまり根拠はないのですが、一日中やり込んどいたら、まあ1位2位3位とかいういい順位は狙えるんじゃないでしょうか。はい、ということでご視聴ありがとうございました。あー、ちょっと言い忘れてた。あとはやり込んだというか、そのアックスで敵を倒した後ね、このここのまた表示をして、自分のポイントとかこの辺で表示をしたら確認できるようになってるんで、ぜひ皆さんここ確認して、自分がどのくらいのポイントを取っているのか確認してね、400ポイントまで集めていただけると楽だと思います。ご視聴ありがとうございます。